前から来てる子たちには言ってるけど、一番取る確率が高くなるのはここなのよ。だからこうやっててもここ、この3本で、プロとかでこっちで握り返してるとかって言う人いるけど、まずここをちゃんとやる。一番取れるところの率を最大限上げる。それができるようになったらここで話す感覚とかでやってもいいけど、今その段階じゃないから、一番確率高いところで絶対取る。で、言ったみたいにエラー起きる時っていうのはもう絶対にもう統計上ここであって、ここでエラー出るって決まってるから、ここでエラー出るってないから。だからこっちでとにかく確率を上げるためのポケットの使い方をまず一番最初やる。そのためにここにわざと矯正してこの3本の指使って取るって練習してるから。そしたらグローブつけた時もここの感覚が生きたままボール取れるっしょ。でもこれさっき小学生やらしたら、やっぱりグローブで使っててここね、ボンボン当たってエラーするわけよ。バックハンドなんか特に土手のこっちの方に当たってエラーするわけよ。こっちの方にじゃなくてこっち側で取れるように練習するから、そのための練習 OK。 はい、いつもよりは取る位置が小さいのでしっかりここで取るっていう意識を。その時にじゃあ何みんな気をつけてボール取ろうと思ってやった？自分はもうやっぱ腰が浮いてきちゃって、上から見てここの距離感がうまくいかなかったんで、ボールの下見るように一番低くなるようにして下から入れるように意識します。ああいいね、はい。自分はここにボールがあるので、なるべくここに当たらないように、自分の思ったよりも親指側で取るようにしました。 OK、 いいよ。他シングルの時に先出ちゃうから、できるだけこの面で取れるように意識した。もう今みんなめちゃくちゃいいこと言ってくれたじゃん。で、じゃあこれ、じゃあなぜグローブつけた時にそれぐらい指の感覚持ってボール当てに行かないのって話になってくるっしょ。これぐらい注意しながらボール取ってほしいわけよ。これが急にグローブつけたからって育つになったら、じゃあ難しい打球いきなりレギュラーしましたとか、今言ったみたいにすごいみんなバックハンド良かったけど、ちゃんとこれやるともう低く入ってって目近づけてってこうやって取るじゃん。こんな風にペーンって雑にやんないでしょ。だってそうやらないとここにもう障害があって、取るのそれでなくても難しいから、いつもよりすごい注意して入ってって目付けしてパーンって取ったじゃん。それをグローブつけた時にやってほしいんだよ。意味わかる？グローブつけた時にパンパンとかってやるんじゃなくて、今ぐらい丁寧にちゃんとやってほしいよ。で、じゃあこれテニスボール使いました、軟式球使いました、硬式球使いました、何自分の中で取る前とか気をつけてた？テニスボールは軽いんで強く当てると弾いちゃうんで、うんうん、ソフトになるべく柔らかく入れる感じ、迎え入れる感じです。オッケー。他は？他。違う人がいいな。違う人、言ってない人。お兄ちゃん、はい。手挙げてないのに。硬式はちょっと球がでかいから先の方で取るとエラーをしてしまうから、なるべくなかった。ほらね、すごいいいこと言ってんじゃん。これ感覚あるってことだよね。だって状況を見極めてボールちょっと大きくなるから、普通のテニスボール取りに入る取り方だとやばいかもなっていう感覚が自分の中にあるわけじゃん。ここを伸ばしてほしいんですよ。それぐらい注意しながらボールに対峙して取りに行ったら上手くなる。上手くなんない？上手くなるじゃん。だからそのための練習よこれ。 OK。 グローブ今度つけるけど、その感覚、今言った自分たち言ってた感覚持って当て込んでね。 OK。 はい、いくよ。